はい、たけし農場です。10月ね、13日にまいた、小松菜がね、芽が出ました。本当にね、またポツッとこう本葉がね出ただけなんですけども、雨もね、ほどほどに降りまして、無事発ができました。まあこれもね、収穫まで行くと思うんだよね。今年はね、本当に発芽はしたんだけど、その後雨が降らずにね、枯れてしまうなんてことが多かったんですがね。今回はうまく食べられればいいなと思っております。はい、10月の今日は18日かな。はい、無事ね、小松菜が発芽しましたという動画でした。13日に撒いたんで5日ですね。5日後に芽が出ましたという動画でした。お付き合いありがとうございました。